絵本、堀達夫。もう十数年前のことである。小林秀夫と長井達夫とが初めて出会った時の話である。小林がまず長井に、君は滋賀直屋を読むか、と聞いた。うん、好きだ。と、長井は即座に答えた。じゃあ佐藤春はどうだ。と小林が再び聞いた。ああいうのも好きだ。 と、長井は答えた。その時、長井はいくらか微笑を浮かべはしなかったかと私は想像する。それから二人は大いに意気愛通じたそうである。今度、指揮者から刊行された長井達夫の短編集、絵本の刊末には、その頃の長井の終作が二つばかり載っているが、それを読んで私は長井から聞いた話を何気なしに思い出した。 私はここに、私たちと時代を同じくするものの一つのはっきりした特質を認める。志賀直ヤと佐藤春夫と、これらのむしろ陰と陽のように相反する二つの曲、それらを接触せしめようとすること、フェールなものとイマジネーフなものとの接触から新しい火花を得ること、それが私たちの願望であり、 目的であった。長井達夫は泉をもって出発した。そのスタートは実に鮮やかだった。当時は新感覚派の前世時代であったが、その当時にあっても、この作品くらい感覚的なものはちょっと見当たらなかった。そして、そのすべてが完全な想像から来ていることに、この作品の異様な特質があったのである。その結末の 美しさなどはどうだろう。片足ずつ飛んで進んだ木々の間を幾度か抜けた。目に染みる花の香りがある。木の実は幾度か頬に触れた。遠くのことが何知らず遠いものが思えた。滑らかな石から女は泉に浸った。青い木の実が髪からこぼれた。 木の実は、産毛についた空気を銀色にし、黒い水草の上に沈む。濡れぬ寮の腕を、翼のように広げ、女は、水底のそれに見入った。水に映る女の影は、遭空を飛んでいる。それから長い達夫は、絵本に到達したのである。これは、ささやかな短編ではあるが、その一字一句が、 長い時間をかけて丹念に収集されて磨きがかけられている。それでいて全体が一はけで描いたような勢いである。ある冬の夜更け、ほとんど人影のない街を、私はだいぶ酔っているらしい長いと二人で、どこへというあてもなく歩いていた。その時、 ほいしのでこぼこにつまずいて長いが倒れた。しかし一人で起き上がれないほど酔っているとも見えなかったし、それにそんな時友人を介抱したりするのが私には妙に恥ずかしかったので私はうっちゃらかしておいた。すると長いは何やら口の中で畜生、畜生と言いながらいつまでも倒れたままになっていた。私はそれから数週間後 長井の絵本の最後のページを読みながら、その夜の長井のことを思い出して妙に感動させられた。しかし私は今、この作品の見事な美しさを現実に結びつけて説明しようとしているのではない。むしろ私はそういう美しさが、いかに現実からのつながりを完全に切り離したものであるかということを指摘したいのである。私は、 黒糖の次のような言葉を思い出していただきたい。死は、それのモチーフになっているものに、それを引き止めるところの一切の糸を順次に切らなければならない。詩人が、その糸を一本切るごとに、彼の心臓は鼓動する。彼が最後の糸を切るとき、死は自由になり、一個の軽気球のように上昇する。それ自身の美しさを持ちつ,つつ、 地上とは何らのつながりもなしに。この職業の秘密の一節を私がずっと前に何かに称したとき、この言葉がひどく長井に気に入ったことをよく覚えている。黒糖の言葉といえばもう一つ長井に大変気に入っているのがある。それは我が国のあらゆる重要な作品の裏には家とか ランプとか、火とか、酒とかパイプなどがあるという、鶏とアルル感の中の一句である。長井の巣の中という作品の特徴は、そういう傑作の裏側にあって、その作品を生き生きとさせているもの。例えば、長井の場合では、泉や絵本などを裏打ちにしているもの。そういうものを逆に、今度は作品の表面に持ち出したのである。 この一見多岐なく過剰茶飯事を書き綴ったごとく見える作品が、この種の作品にありがちな無味感想に陥っていないばかりか。一種の有利した美しさを勝ち得ているのは、この作品の裏側になって、ほとんど人目につかずにいる長井独特の今木な地音の力ではないか。そして今度は、その長井の隠し立てが、 私たちの好奇心をそそるのだ。格のごとく、従来の長い達夫の高短編にあっては、いつもフェーールなものと、イマジネーフなものとが、互いに表となり裏となって、助け合いながら、微妙な均衡を得てきたのであるが、ここにその表と裏とがごっちゃになり、こんがらかり、 いつの間にか解けないような固い結び目を作りつつある作品がある。すなわち、菜の花である。前期の三作のほとんど完璧と言っていいような出来栄えに比べると、こんなに出来の悪い作品はない。が、そういう破綻に私は好奇心をそそられる。この作品は血だらけである。今まで仲良くしてきた同志がくんずほぐれつして互いに傷つけ合っている。 どちらが勝ったんだか負けたんだかまだわからない。私たちは、そしておそらくは長井自身も、この勝負を手をこまぬいて眺めているよりしようがない。なぜなら、この作品はすっかり作者の手を離れてもなお、未だその混沌とした状態を生き続けているからである。